1, 2, 3, 4. たまりにたまってまた迷惑かけて無邪気が過ぎた僕を叱って 1, 2, 3, 4. シンプル簡単バージョンやってみました。いやいいですね、この金木犀って響きとこの夏の終わり、そしてこの男の心がこうクッと詰まった歌詞、なんかこう青春を感じてしまうというね。今聞いていただいて分かったと思うんですけど、ガズレレオリジナルショートカットアレンジさせていただいております。これ2番を主にカットさせていただいているんですけど、コード進行は1番と一緒ですので、フルでやりたい方コード書いて2番の歌詞を書いてオリジナルの楽譜を作ってください。そしてですね、今シンプル簡単バージョン YouTube と一緒に、なんとか一緒にできたという方も、その次はやっぱ紙に書いてご自身だけで歌ってみるのをおすすめします。その時の参考になるようにですね、いつもガズはこうやって映してるんですよ。これを見ながらね、これ金木犀って書いてる、今日は2枚にわたってますけどね、はい、これを見ながら書いてるんですけど、今ですねこのサービスガズクラブというサービスが新たに始まっております。このガズクラブっていうのは一体何かというと、毎月660円のクラブ活動費を頂戴しまして、今日取り上げたこの金木犀という楽譜を含む、今までガズが取りためてきたもう膨大な曲のこのノートの楽譜が毎月5曲お選びいただいてダウンロードしていただけるという画期的なサービスで、あとは皆さんの演奏動画がアップロードできるところも2カ所あったりして、ガズクラブでお待ちしております。それではこれ楽譜見ていきましょう。はい、こんな感じ。この曲の特徴はこの最初のね、たまりにたまってまた迷惑かけて、このゆったりしたバラード的なフレーズが一番最初と一番最後にこう入り込んで、こうサンドイッチスタイルというかですね、そんな感じになってます。で、こっから、イントロのね、ギターソロみたいなところから入って、この本編に入っていくという。この、ここから、盛り上がってくる感じなんですけど、この言葉のこのね、
ここもほぼラップですからね。言葉はたくさん入ってるけど、リズミカルにここ歌いたいとこですね。こんな感じに書き出しております。これを一時停止して見てもらうか、あとテロップ、動画のテロップを一時停止して書いてもらうともいいと思うんですけど、まあ、カズクラブでダウンロードももちろんおすすめでございます。こんな感じでどんどん進んでいきます。はい。ここのちょっとね、ダダダとこう書いてある。これかっこ、後半かっこいいバージョンで、ここちょっとね、細工というかね、ありますよということでございます。そして、ここちょっと見てもらうと、歌詞がね、二つ書いてあるんですけど、ここね、ここはですね、繰り返しのところで1回目と2回目と歌詞が変わるんで、ここちょっと後でまた解説しますけれども、はい、こんな感じです。で、ここブリッジパート、春が寄って見てるよなっていう、ここのところなんですけど、ここはですね、かっこいいバージョンでちょっと弾き方を変えるぞとか、ここ見てください。くるっと囲ってある、これ F マイナーというコード。ここでちょっとかっこいいバージョンでコードを変えていこうと思います。こことここで2箇所ね。こんな感じになってますね。あと、この矢印マークとか。かっこいいバージョンはこの辺結構いろいろ入ってくるというのを覚えておいてください。で、その後なんですけど、こっちに飛びますね。はい。はい。で、あ、違う、構成を最初に確認しよう。すいません。これイントロやって A メロやるでしょ。そしたらサビ1回やりますよね。そしたら、ブリッジパートをやって、そしたらね、ここね、サビ1にまず戻ってください。ここに戻るんですよね。そしてここをずっとやった時に、ここにダダって書いてあるんですけど、これかっこいいバージョンで、この時に、2回目でここで決めを入れていくってことなんですよね。はい。そして、ここに来て、ここ、歌詞が変わります。2回目に来た時には、グッと来た心臓弾け飛んだになります。そして弾け飛んだ行ったら、今度こっちの、2番のサビというか、これをまた繰り返す。はい。ここもちょっとね、ここら辺の歌詞が変わってるということで、コード進行は一緒ですね。はい。で、ここで一回バーッと終わって、また最初の、たまりにたまって、あそこのゆったりした、これで終わるという、これがガズレレアレンジでございます。なかなか山盛りの構成になっておりますということでございます。じゃあ、出てくるコードを解説していきましょう。まずですね、ここにずらっと書いてあるのが初心者さん向けシンプル簡単バージョンで出てきたコード、結構いっぱいあります。CAm、FDm、C7、G7、E7、Em7 の8個のコードで今のシンプル簡単バージョンやりました。この8個のコード。で、かっこいいバージョンでこれが追加されるんですけど、今やったシンプル簡単バージョン、これ、この今出てるコードは入門コードのグループですよ。これはここにも書いてあるけど、ドーン、ガズレレ必須コードというコードのグループのメンバーでございます。私がめちゃくちゃわかりやすく解説してるコードがすぐ覚えられる動画、ここに貼っておきます。この動画必見ですから、10個のコードを覚えて、そのうち今日 8個でできるわけですけど、10個でこれは覚えておいてください。もう世の中の曲ってこの10個覚えておいたら本当にね、もう本当にできちゃうんですよ。はい。最優先でガズレレ必須コード覚えていきましょう。はい。それではね、かっこいいバージョンの解説に入っていくんですけど、一応ね、このタイミングでもう一回言っておきたいのは、これ今やったシンプル簡単バージョンの4つ引きで、まずこの歌をしっかり掴み取ってください。これね、例えば A メロのところ、あーでもない、こうでもない、入り口吐いて、駅前に立ってる、坂道。結構この言葉をね、このリズム通りスコンスコンと入れていくの。この曲結構、大変というかね、リズムをしっかりこう、どの言葉で何が入ってるかっていうのを分析するのがいいですからね。はい。でね、このガズのノートはですね、一応見てもらうと分かるんですけど、ここに点が書いてあるのが分かります。あーでもない、こうでもない。この点で、あーでもない、こうでもない。君にって、こういう感じで、これリズムを測ってるっていう、これがね、結構よもやま知識としてこうあるということなんです。こういうのもね、ノートの中には含まれておりますということです。じゃあ、ここからかっこいいバージョンの解説に入っていきましょう。かっこいいバージョンでさっきも書いてたんですけど、一個かっこいいコードを追加します。F マイナー。この F マイナーというのは初心者さんが一番突っかかる最初のコードって有名ですけども、いや、一応解説。押さえる場所、ここと、ここと、ここの3つですね。ここと、ここと、ここ。はい。こうやって押さえるのが教科書通りの押さえ方ですね。こういう感じ。ちょっとこれね、押さえづらいでしょ。はい。なんだけど、ガズさんの場合は、この部分を親指でこう握っちゃいます。ギュッとね。はい。これは、やりやすい方で、どちらでもいいと思いますよ。親指で押さえるときは、ちょっと手首をこう上に。はい。人差し指でこう押さえる方は、下に。こんなイメージがいいと思います。F マイナー。ブリッジパートのところで追加されますと。はい。そして、こっからなんですけど、やっぱりリズムですね。やっぱり音楽の難しいところで、コードを押さえるっていうのは、まあ難しさっていうのはありますけど、全体的な勢いで見ると、やっぱりこのリズムがですね、まあ面白くもあり、難しくもあり、もう夢中になれちゃうところっていうのがあります。はい、今回この曲で取り上げるリズムは、まずはガズペジオ。最初のところですね。たまりに、たまって、このちょっとバラードチックなところはガズペジオという弾き方。で、本編はですね、16ビートのチャ。これがちょっとね、この曲結構ファンキーなんですよ。ダンス、チャカツカ、ダンス。
ゆったりした感じ。ワンブロックにコード2個ずつあるんで、結構シンプルな方だと思うんですけど、16ビートのチャでいきます。そして、今回の目玉はですね、ブリッジパート。春が寄って見てるような、ブリッジパートのところでは、ドーン !3 連の16ビートのチャ。これが難しいです。こんな感じです。ダンダンダダンダンダダカタカダンダスダダンダダンダタカタカダンダスダダンダス。これ、3連の16ビートのチャ、久しぶりに出てきました。このリズムで今日はやってみようと思います。まずじゃあこの3つのリズムの弾き方。ここのリンク行ってみてください。このリンク先はウクレレでできるリズムのいろいろというガズレレホームページの1枚で、その中からガズページを16ビートのチャ、3連の16ビートのチャ、この辺のね、それぞれの動画で濃厚に解説してますんでね、皆さん行ってちょっと練習してみてください。ガズペジオは弾くの簡単なんですけど、やっぱり歌いながらね、滑らかにやるにはちょっと修行が必要だということになります。16ビートのチャ、これがまた難しいリズムでございましてですね、この右手でこうやってやるのをね、ストロークって言うんですけど、一応このストロークの基本は8ビートっていうリズムが基本になってますんで、ちょっとやったことない方は8ビートの方からちょっと練習してみてください。さっきのところに行くと、一応ねこの順番段階を経てますから、8ビート8ビートのチャ、16ビート16ビートのチャみたいな風に進んでいくのがいいと思います。あとイントロというか感想のね、こうギターソロ的なところはあえて16ビートだけです。チャを入れないバージョンやってから、 A メロのあーでもないこうでもないところで16ビートチャを入れようというふうに思いますので、その辺もちょっと聞いてみて確認してみてください。そして、今日の目玉といったリズム、3連の16ビートのチャ、さらにそれ難しい、こんな感じで C を押さえてやると、タタ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 、動画でしっかり解説してますので見てもらいたいんですけど、これ弾きながらね歌う、これはなかなかの脳トレ技術でございまして、はい、じっくりゆっくり取り組んでみてくださいということになります。はい、そしてですね、それぞれのリズムなんですけど、これやっぱりね、さっきも言ったんですけど、ファンキーな リズム、ノリノリが、これが大事なんですけど、これ跳ねてるんですよ、リズムが。シャッフルのリズム、ちょっとこれ意識しておくと、シャッフルっていうのはね、普通のリズムってワン、ツー、スリー、フォーでしょ。シャッフルって跳ねてるリズムっていうのはこうルンルン気分、ウキウキ気分が出るかな。あと一箇所ね、ちょっと面白い決めを入れようと思うんですけれども、A メロずーっとやってきて、サビに行く直前にですね、一個、決めを入れます。ちょっとやってみましょうかね。1、2、3、4。信号のない十字路、君は反対方向を見ていた。ずっと見ていた。今の分かった。C で一回ジャンと止めた後に、一弦の3フレットを一回、ピーンと弾いてからサビに入ってきます。そしてやっぱビビッと、もう一回やってみると、見ていた、ずっと見ていた、やっぱビビッと軽量。はい、これはですね、オレスパさんの演奏のところ、そこでエレキギターがキーって入るんですけど、ちょっと瞬間切りすぎて、ちょっとウクレレでやるにはこのそれでもね、この一弦の3フレットの音、一回入るだけで結構ムード出るんじゃないかなと思って入れてみました。そしてあとはね、動画のテロップの中に、ブリッジパートのところとか、ダダダダダダみたいなところ書いてあるんで、一応演奏動画とそのテロップを見合わせて、あ、なるほどという感じでちょっと掴み取ってください。そしてあと今日、もう一個言いたい。この矢印マーク、シンコペーションマークがあります。シンコペーションっていうのは何かというと、リズムが前のブロックにドコーンと突っ込んでくる。サーッと入ってくるんで、これ、それをね、シンコペーションって言うんですけど、どんな風に使うか、ちょっと見てもらうと、2箇所入ってきますね。ブリッジパートで1回と、そうだ、これからまた解説しようと思ってたんですけど、サビが1回行って、また戻ってくるサビのところにちょっと決めが入れたんですけど、そこでちょっとやってみると思います。まずブリッジパートのところでやってみると、春が酔って見てるよ、3連の16ビート、ロッポイ映画の先を、君の歩いたスピードを、今んとこ、君の歩いたスピードを、をの時に Am がズコンと前に来る。この矢印マーク、こんな感じで使います。もう一回。君の歩いたスピードを。はい。今みたいにズコンと前に入ってくる。これがまず1回目のこのシンコペーションマーク。それで次なんですけど、その後の流れ、今のとこからやってみます。君の歩いたスピードを。ありますよ。サビ1に戻ります。やっぱピピッと来てるよ、君のイメージ金木犀よ、香りまで、今のところダッダダッとか書いてあったでしょ。ここがね、結構かっこいいところ、戻った時のサビの1回目ですね。はい、もう一回やってみると、ワン、ツー、スリー、フォー。やっぱピピッと来てるよ、君のイメージ金木犀よ、
はい、今のところ。ここのね、まず C でダーでしょ ?E7 でダーダーって止めて、次の Am をシンコペーション一発ですけど、ダーッとやるってことです。もう一回。やっぱピピッと来てるよ。君のイメージ金木犀よ。こんな感じです。これはですね、Am 一発シンコペーションでちょっと食い込んでるんですよ。これを弾きながら歌うわけ。この、ここでね、こう、キメがかっこいいんですよ。ここのキメちょっとね、インパクトが結構あるんで。もしちょっと余裕あったらやってみてください。ちょっとそんなことやってる余裕ないです。だったら、普通のリズムでいいですよ。やっぱビビッと来てるよ。こんな感じでも十分だと思うんですけど、ちょっと慣れてきたらね、こういうキメも入れていくと、またさらに面白くなってくると思います。はい、そんな感じでこの曲結構盛りだくさんなんですけど、これラップ調のところもあれば、もうバラードみたいなところもあるし、すごくこうね、なんて言うんだろう、エネルギーがやっぱり高いと思いますね。で、この夏の終わり、今の季節ね、これ歌うの本当にぴったりな季節だと思いますね。もう全開で男の子の心をグッとこう握りしめて歌っていきたい、そんな曲だと思います。歌詞をですね、やっぱりこう読んでね、なんとなくこう思いを共感しながら、演奏するのがまた楽しいと思います。それではやってみましょう。オレンジスパイニークラブの金木犀ガズレレリルかっこいいバージョン、やってみる。 1,2,3,4。 たまりに黙ってまた迷惑かけて、無邪気が過ぎた僕を叱って、 1,2,3,4 あーでもないこうでもない、君に口吐いて駅前に会って、乾いてく信号のない十字路、二人で話した、日が暮れるくらい、呆れるくらい、信号のない十字路、君は反対方向見ていた、ずっと見ていた。やっぱビビッと来てるよ、君のイメージ金木犀よ、香りまでもそしちゃなんてバカで、夏の終わりの初夏の気温は気持ちをとっくに乗せてた、最高あんた最高、グッときた心臓パンと割れる、春が寄ってきてるよが、黄色っぽい映画のその先を、君のイメージ金木犀よ、香りまでもそしちゃうなんてバカね、夏の終わりの初夏の気温は気持ちをとっくに乗せてた、最高あんた最高、グッときた心臓は弾け飛んだ、やっぱビビッと来てるよ、君のイメージ金木犀よ、香りまでもそしちゃうなんてバカね、夏の終わりで寂しいなんてのとっくのバックに消えてた、最高もう最高、グッときた心臓パーンと割れる、3,4。 たまりに黙ってまた迷惑かけて、無邪気が過ぎた僕を叱って、オレンジスパイニークラブの金木犀ガズレレ流かっこいいバージョンやってみました。もう盛りだくさん、最初のおっとりしたところから16ビート、そこでもね、インパクトありますけど、その中でまたさらにキメが入ってきたり、シンコペーションとかすごいドラマが繰り広げられて、そしてまた最後ね、あそこに戻ってくる、なんかこのドラマ性があってね、パワフルで元気になれちゃう曲かなというふうに思います。皆さん思いっきり歌っていきましょう。さあ、この楽しさ、周りの方にもぜひお伝えください。ウクレレって結構すぐできるよ、簡単だよ、みたいな感じでね。で、その時にこのガズレレ YouTube チャンネルもね、ぜひともご活用ください。はい。チャンネルにいいねだとか、チャンネル登録なんかもぜひともよろしくお願いいたします。
ガズレレではですね、もういろんなことやってます。まあ、例えばグッズ、このキャップとか T シャツとか、こうストラップとか、この水引きとかもありますし、こう本があるんですよ。今これ出てる本プラス、最近この本もリリースになって、これもね、もう全部合わせて累計ね、もうね、15万部ぐらいの、皆さんにご購入いただいて、本当にご活用していただいてるんで、まあ、こういう本とかもね、書籍もいっぱいあります。ガズレレで出してるこういう本とか、アプリとかもあるんですよ。まあ、詳しくはね、公式ホームページ、ガズレレ公式ホームページ見ていただくと、もう盛りだくさんなことやってますんで、ぜひとも皆さんフォローの方よろしくお願いいたします。それでは本日はガズレレ YouTube 動画見てくださってありがとうございました。またお会いしましょう。さよなら。